お試しショート Q。 はい、お願いします。じゃあお願いします。秋の三大告知生配信スタートしまーす。こんにちは、ショート Q でーす。透明版フリーライブ決定いたしました。でかい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 、マジかよと。その名もですね、お試しショート Q。 日時はこちらでございます。まあ、こちらですね、八号車の皆さんに友達を連れてきていただいて、超特急のライブをお試しで楽しんでいただきましょうという意味が込められていると。チケット代とかかからずってことですね。そうそうそう、いいことだ。ちょっと味見ぐらいの感じで。そうね、テイスティングをしてもらう。ハマるかどうかわかんないけど。あと全く超特急知らなくてもちょっと遊び行こうよみたいな感じで連れてこれるんで、そういうのを誘ってきてほしいですよね、やっぱりね、ちょっと家族でもいいわけですね。家族でも、そうね。でも本当たくさん来てほしいよね、できるだけ。はい、ということでね、今後のお知らせ皆さん楽しみに待っていてくださいませ。以上、僕たちはショート Q でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、OK、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。終わりました。本当にもう超特急のライブをお試しするという形で、ちょっと僕たちから8号車の皆さんだったり、未来8号車になるであろう方々に向けてライブを届けたいなということで、お試し超特急という試みをしてみることになりました。偶然通りかかって目にしてくださった方が8号車になってくださってっていうのは、僕たち自身やっぱりオリジナルメンバーの5人は体感しているので、そこの大事さっていうものはすごく痛感している部分でもあり、最近できてなかった部分でもあるので、そこをこう、まあ9人体制になって1年以上経過したということで、改めてみんなでフリーライブをして、初めて見る方だったりとか気になってくださってる方に満足感の高いライブをお届けできたらなということが一番の目標ではありますね。どんどん輪が広がるんですよね、8号車って。なんかこう、例えばこうお隣同士、初めましての全然知らない人とかでも、何かをきっかけに、僕たちをきっかけにこう仲良くなってくれたりだとか、そこでこう友達ができましたとか、僕たちと8号車の絆もそうですけど、8号車同士の絆もなんかこう、僕たちがこういるおかげでなんかこう深く大きくなってくれてるのかなっていうのは感じるので、その輪をさらに大きくできる機会だなっていうのがあるので、すごく楽しみですね。まあ、トゥーソーの時に、やっぱあの時僕たちがこう、僕たちの聖地って言ってたものだったんで、当時結成の時から建てた場所だったんで、なんかそこに立ったのはすごい感慨深かったですし、なんかフリーライブのなんて言えばいいんだろうな、その歩いてる方々の心をわしづかむ、止めてもらう、足を止めてもらうとか、そういうつもりですごくこう前に前に押し出して気持ちを伝えてたあの頃っていうのをすごい思い出したので、なんかそのやっぱ大事な思いっていうものも、より、フリーライブでは濃く表現できたらなとは思ってます。気持ちだったりっていうところで、はい、地元大阪っていうのがね、やっぱそのいろんな人に見てもらえるというか、もう下手すりゃ多分もう地元の友達だったりとか、もう学校の当時の先生だったりとかもなんか来てくださったりとかね、まあご家族もね、たくさん来てくれたら嬉しいなっていうふうには思うんですが、まあ、そういうなんかまあうちうちの話は置いておいて、本当にその関西の8号車の皆さんも気軽にもう乗車するっていうよりも遊びに来れるんで、ちょっとこのタイミングでぜひ皆さん超特急のことを知ってもらって、でよりなんか超特急のライブにを知ってもらえると嬉しい機会だなっていうふうに思います。やっぱ昔からね、大阪ではライブをさせていただいて、いるんですけれども、やっぱちょっとね、大阪はちょっとこう、なんでしょうね、ちょっと自分たちが出てる側もちょっとテンション上がるようなこう盛り上げ方をしてくれたりするんで、なんかよりこう積み重ね合いみたいなことができるような、ライブにできたらなとは、思っていますっていうのと、あと
僕個人的にね、あのエセ関西弁めちゃくちゃ日々挑戦してるんで、なんかそこもちょっとこう披露できたらというか、なんか認めてもらえたらいいなとは、思ってますんで、あのそこだけちょっと関西8号車の皆さんはあの楽しみにしていただけたら、嬉しいと思ってます。よろしくお願いします。このフリーライブに関しては、その僕たちが次のステージへ行くための、一歩、なんか大きい一歩と僕はちょっと捉えていて、今までその超特急を名前は聞いたことあるけどライブパフォーマンス見たことないとか、そういった方はあの世の中にたくさんいると思うので、そういった方たちにもあの僕たちのパフォーマンスを届けられるチャンスなんじゃないかなと思っているので、僕たちのパフォーマンスが少しでもいいなと思ってくれたら、それ以降のツアーだったりとか、何かイベント等に参加していただければなと思っています。めちゃめちゃ楽しみですね。前回あの東京だけだったじゃないですか。で多分地方の方とかも結構来たいっていう声も多かったんで、今回東名阪できて嬉しいですね、はい。じゃあ初日大阪に僕たち行きますので、ね、ちょっとでも超特急気になるなみたいな人がいたら、ぜひ誘って僕たちの虜にしましょう。待ってます。まあ、大阪のフリーライブということで、僕たちめちゃくちゃ気合い入ってますし、まあまあ、いつもより近いということで、もっと熱気をね、あの8号車一人一人の心に刺さるように全力で楽しませますので、一緒に大阪楽しんでいきましょう。デイ超特急はすごいライブが楽しいというか、こうライブに来てファンになるという方が多いと思うので、こう、まあ、僕たちのライブをこう体感していただいて、あの本当にライブに行きたいなって思っていただけるように、あの頑張るので、そこはこう自信持ってパフォーマンスできたらいいなと思います。そしてフリーライブはこう友達誘って、もっともっと8号車の輪が広がるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。まずは大阪、一番僕は元気がある、場所だと思ってるので、ノリも良くて、なんかそこの8号車、大阪の8号車、そして遠征してくださる8号車もいろいろと思うんですけど、来てくださる会場の皆さんと最高の、ライブを一緒に、作りたいと思いますので、ぜひともお友達連れてきた方も、一緒に、楽しんでエンジョイしましょう。お試し超特急